K6A ズキ系型エンジンは、日本のスキ、お及びインドのマルチスズキインディアによって製造される、排気量0.66リットルから1.5リットルのガソリンエンジンで、同社の F 型エンジンの領域を引き継いでいる。バルブ駆動方式はすべて DOHC を採用し、バルブ数は、9機に、排気2の気頭あたり4バルブを採用する。 2015年4月現在、軽商用車を含む一部の軽自動車から B セグメントクラスのコンパクトカーに至るまで多くの車種に搭載されている。また社外向けにも2013年から、ケーターハーム7160、165用として、K6A 型を供給しており、660cc ながら軽自動車の自主規制を超える 58.8kW を出力する。 K6A 型エンジンについては、軽自動車発の直噴式によるインタークーラー付け、ターボ仕様が存在していた。なお、従来の F 型がすべて中鉄シリンダーブロックを採用していたのに対し、K 型はすべてアルミニウム合金ダイカストを採用した設計となっており、従来の F 型に対して軽量化を達成している。さらに、同社の自動車用のエンジンとしては初めて、 カムシャフト駆動用としてタイミングチェーンが用いられた0.66リットルモデルの後継は R 型エンジン。なお、ジムニーのモデルチェンジに伴い、鈴木の国内ラインナップから K6A エンジン搭載車がなくなった。ジムニーシエラに搭載される K15 バイトエンジン。ありがとうございます。